今回は大島テル事故物件のひろ平岸らんですねでこの、えー、マンションなんですけれども飛び降りがありまして駐車場側に落ちたとで管理会社がブラシで血痕を、ね、洗っていたって書いてありましたで、ね、実際にこう物件を見てみて周りの環境を見てみて、ね、あの住みやすいかどうか、ね、判断してあの参考に。 ななればいいなといういいとうううそ動画でございます多分ね、駐車場がこちら側なので、こっち側ですよね、まあ、簡単に外に出ることができますからね、柵があるってことはないですね。 で周りは、ね、コンビニがあったり、えー、寿司屋があったり、本屋があったりね、で近いところは平,平岸街道です、寒くてかみかみになってますけど、滑舌が悪いわけではございません、で最寄り駅は南平岸駅とかですよね、まあ、なかなかいいと思います。